よっ。わからんけどね。始まってるかはわからんけどね。これ何のためのアクション？え？改めましてですけれども、古川健介。はい。こと健介さんでございますね。こんにちは。こんばんは。お疲れ様でございます。そこは拍手でしょう。自分でやってる。件数も偉くなっちゃったもんね。いやでもそうですねって言ったよね今ね。いやいや言ってないです。言ってない一切。これだからもともと件数、まあごめんね僕らやっぱ件数呼びが、はいはい、あ、まあ、しっくりくるので、今ってどっちで言ってんの？古川さんか件数さんか。そうそうそう。どっちが通りなとして有名なの？どっちで行くとかそんななくないですか？いやでもほら一般的には古川さんはとか。あでも。ほぼ件数で呼ばれますね。あ、やっぱり件数なんだ、はい、社内でも KDDI の社長とかがいても社長から件数みたいに。なんかさ、僕レギュレーションだけ会社名出すなって言われて一生懸命頑張ろうと思った。親会社の話なんで、ね、親会社いいんだ、はい、でもさ、ほら普通に会社員っていうか部下とかも件数って呼ぶのおかしくない、はい、え呼びますね。件数さん、件数さん、件数さん、はい、恥ずかしくないの？恥ずかしいですよ。いや、ここまでそんな長く呼ばれるとは思ってなかったですからね。はいはいはい、だから隣のさ、ひげおやじさんも僕の中では相当おかしいと思ってるんだけど、はい、いやもうしょうがないじゃん、彼は。俺はこれでだってマイクロソフトも行くし、グーグルも行くよ。だって一般社会ではもう動いてないから、はいはい、もうほら、要は芸人さんみたいなわけですよ。ガリクソンみたいな、そんな感じでさ。だ芸人さんって変な名前ついても別に驚かないじゃん。はいはいはい、でもケース一応一般社会の会社員なわけだからさ、はい、そうするとみんなその中さ、佐藤さんとかさ、鈴木さんとか言われてる中でさ、はい、件数さんってさ、ね、そう取引先とかどおかしいと思わないの？取引先もそう言うんで、なんかもう、あ、そうなんだ、そんな感じになってますね。へ、不思議だね。じゃあやっぱり件数としての知名度の方が高いんですね。だって昔 Google に件数って言われたら人間のクズってできたじゃん。びっくりしましたね。それはだって、ごめんね裏話でやけど、それサジェスト汚染させたの僕らの身内やで。いやだから件数イコール人間のクズが刷り込まれてるからさ、件数って呼んでる人はみんな基本件数のこと人間のクズって思ってるんだろうなとは思ってるのね。ないよ。やめなさい。違うだって、その前人間のクズの前はあれだよ、だっていっちゃん TV 自体はコウモリ野郎だからね。そんなのありましたっけ？そうそうそう、2ちゃんに来たりいっちゃんに戻ったりとかしてたから。でも世間的にはさ、件数は一応さ、はい、社会的には成功した人になったわけじゃん。いやいやいや、なってはない。そもそも件数のことを知っている人がどれぐらいちょっと今コメントで見てるのかっていうのを知りたいんだけど、それによってまず来歴とかね、はいはい、説明する必要もあるし、うん、これなんかニコニコじゃないか、僕アンケート取るかとか知らないんだけど、取れんの？そういうのアンケートは取れないよ。なんかここで知らないよとかね、知ってますとかね、うん、知らないよ、うん、会社名言っちゃいけないからサイトの名前も言っちゃいけないの？これは、あ、そうですね、 7P は大丈夫じゃないですか、ね、あ、 7P 大丈夫、はい、そうそうそう、 7P で、で元々僕らが知っているとするとミルクカフェ、はいはい、あの大学生、大学生ミルクカフェの人っていうので顔出したことはないでしょ。でもいや、ありますよ。顔出してたっけ？顔は出してなかったかもしれないですけどね。うん、で、あとは、ミルクカフェってまだあんの？え、まだあります。なんか存在してますね。はい、あれ誰かに売ったんだっけ？あのサイブリッチさんっていう会社に売りましたね。あ、はい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 、はい、で、あと、まあ、一応界隈的にこう絶対避けて通れないのがシタラバでしょ。1億円で。もう知らないんじゃない、シタラバの件数。いや、知ってるんじゃない。言ってないでしょ表では。学生時代に1億円儲けて、そうそうそう、でそのお金のほとんどを使い切ったそうそう、1億の男を使い切ったって。使い切る、また新しい嘘重ねるのやめてあげて。そうですね。でも件数の取り分を使い切ったことは事実だよね。はい。それはもう悪い言い方だね。学費とかに消えてきましたね、はい、え、学費だったっけ？学費にも消えましたね。あ、学費にも、ね、そうだね。そうね、うん、っていうことで、あの、まあ、いわゆる、BBS 掲示板サービスなんかも学生時代からやっていて、でかつそれを、その当時のライブドアか、堀江さんとかに売って1億円っていうのが、まあ、ネットで話題になりましたね。うん、で1億円の男みたいな肩書きがつき、うん、でもそれでミルクカフェ売って新しい会社も売ってっていう意味では連続起業家大成功、うん、でもありながらこう成功してないって言っちゃう、このなんか他人を見下した感じなんだよ君。世間はもっと下のところで争ってるわけだからさ、はいはい、そう、なんか成功したって言ってもいいわけじゃん。だって10代のうちに1億円とか見る機会ないわけですよ普通は。でもなんか俺にとっては成功とは思えないんですよこれみたいなさ。
俺まだまだ上行きますからみたいな、あ何それかっこいい。なるほどね、行きたい。なんか久しぶりに感じるとやっぱ良いですね。あいいのいいの、はい、久しぶりだな。あそうなの、こういういじられ方あんましないな、うん、なんか最近あんまされないですね。あそうなの、年下の方が増えるじゃないですか。あ確かに、ね、うん、あ年を取るとね。じゃあちょっと敬われるんだ。敬われるとまでは言ってないと思うんですけど。本当にケンスさんご飯をおごってくださいよチーズみたいな、そういうノリあるの？そういうのはありますね。 あるんだ、はい、へえ、うん、ほらヒゲさんとケンスさんどっちが成功者ですか。それはヒゲさん。こっちでしょう、どう見ても、ね、ヒゲさんが成功者だとする根拠をちょっと言ってもらっていいですか。そうだ、そうだ、いえいえ、うん、いえいえ、ちょっと聞きたいです。ヒゲさんって今何をしてるんですか。そうそう、何してるか知らないけど成功はしてるんだ。成功してる、まあ、生きてるからね。そうだね、体格的なもんかな、うん、じゃあ興味はないけど成功してるって言っといた方が安全かなっていう言葉を選んだ。そういう人間ですね。眼中にもないぐらいってことだ、ね、知らないってことだったね。いやいやいや、そんなことはないです。でお世話になってました。はい、適当。でも昔はでも結構ケンス君たちにおごってたんだよ。そうですね、ブサイコロジカル劇団があったじゃん、うん、なんかそのネット劇団みたいなものをやっていて、うん、まあ、学生時代やっていて、ヒゲさんがすごい手伝ってくれたりおごってくれたりとか。そうそうそう、ヒゲさんでもその時は普通にサラリーマンを、ね、その時はそうだね、プログラマーで割と暇だったけど、うんうんうん、なんかマウンティングされてたのじゃん。いやいや、なんかすごい、あのヒゲさんがその中で一番偉かったんですよ。そのは偉かったの、ヒエラルキー的には。えだってあのブサイコロジカルって座長、座長いるんですけど、あの、うん、その座長よりもなんかヒゲさんの方がやっぱりちょっといろいろ知ってる大人でおごってくれるしみたいな。あもう金くれるからこいついいやパトロンじゃねえか。お前ら学生多かったくせに生々しいな。人気あったんですよそこで。それは金くれればな。いやいやいや、そんなでもいい子たちばっかりだったからね。慕われてましたよね、うんうん、いやすげえ。だからなんかその演劇やったことないけどやってみたいっていう人たちだったから、でたまたま僕そのいわゆる制作会社系とかにも関わってたから、うんうん、じゃあ舞台ってこういうことやるよとか、もちろん中にはねもう役者経験の人もいるから、お前何笑ってんだよお前違うな、うん、っていう一生懸命言ってるけど、うん、裏であいつ財布って呼ばれてたんだよ。いいよいいよいいよ、お疲れ様さんみたいな。今日も財布来てからよかったわみたいな。そろそろ腹いっぱいだからあいつ返そうぜみたいな。するか。読むわそんな、空気ぐらい読みますよこっちは。で今回なんだけど、まあ、いつもねこうひろゆき君となんか月に1回ぐらいダラダラこう喋ってるんですよ、はいはい、だからコメントとかでも何の話する放送なのとかね、聞かれてますけども、基本的にはダラダラ喋るだけです、うん、ケンスさんをこの場に入れたらどうなるんだろうみたいなのがあったんですよ質問で。で、あそうやるら最近連絡取ってないなということで何も考えずにオファーをし、はい、でそれで今日までの間に何か決まるだろうと僕なんか高く振ってました、はいはい、何も決まりませんでした。はい、うん、だからあとはひろゆき君のトーク力で、前回のひげおやじさんのねそのアポイントの取り方も失敗例と言ったら、うん、びっくりですよ。日付を間違えるという、うん、違うあれはね違う、あれ2月のマジックなんだよ。聞いて聞いて、うん、聞いて聞いて、もともと前回の2月の28日かなかなんかにやろうって話をしていて、うん、でケンスにも2月の28でっていう風な話をしてたんだけど、うん、その後に僕がタイプミスをしまして、うん、3月28みたいな感じで書き間違っちゃったんですよ、うん、ところが僕結構ちゃんと日付と曜日を入れてね、なんかずれないように、なんか月がずれるところ曜日とかもずれるじゃん、なんかあれらおかしいぞって気づくじゃん、うん、2月って28日までしかないからさ、うん、なんか曜日が3月の曜日と綺麗に合うんですよ、うん、っていうのがあって全く気づかずに僕は3月2月のつもりでオファーを出し続けてたら、じゃあ2月28日水曜日に来てくださいっていうのを2が3に変わって3月28日水曜日、はい、でそれも28日水曜日だから合ってるじゃんと、うん、で件数は3月28日にずれたんだと、はいはい、だから2月28日当日になっても件数連絡来ねえなと、うん、あれでもツイッター見るとつぶやいてるあの時さでもさなんで連絡しなかったの。え、したよ俺 DM アクスだ。あ、で、鹿どこいたんだ。そういや、なんか用事があったんですよ、確か DM 見たらヒゲさんからたくさん来てて、うん、そう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 、鬼伝みたいなのバーッと上げて、
でもそれ予定も入ってないからね。そうですね、びっくりしちゃって。そうそうそう、ごめんなさい、なんか。いや、とんでもないです。超謝りました。こんな低たらくですよ。これでなんか俺仕事やってますみたいなこと言われてさ、うん、いや、これ別に遊びながら全然いいよ、うんうん、普通にガチの仕事でさ、うん、日付1ヶ月間違えてました、どうすんの？まあそういうミスは仕事なんか、スクエアエニックスさんの生放送ですみたいなさ、うん、なんか、ね、うわーってみんな来て、え、1ヶ月後じゃないですかみたいな相当なアホだよ。相当なアホだね。しないわ、しないよ、そんな。したした。え、これ仕事なんすか。いや、これ仕事なんすか。いや、あ、じゃあケースだからどうでもいいと。はい違う違う違う。いや、でもね、ほんとボケてた。あれはほんとボケてました。忙しかったんだな、俺な。デブだしね。いや、ほんとデブだしね。評価されてもいいと思うんだ、会社で。な、西村。でもケースはさ、はい、一応さ、社会の中ですごくうまくやって、社会人レベルはすごく上がってるわけじゃん。はいはい、でいくとさ、僕ら社会人レベルはそんなに高くないわけじゃん。やっぱりちょっと、こう、あ、君らはまだそんなところにいるのね、みたいなところはある。いや、そんなことないですね。そうなんですか？羨ましいなと思って。何が？いつも楽しそうにね。俺はなんかとりあえずなんかさ、そうそう、あの自分を謙遜しとけば安全だと思ってさ、言葉を適当に選ぶよね、うん、いやでもほら、あの僕は多分初めて会ったの二十歳ぐらいとかなんですけど、うん、変わってないじゃないですか。いや、だいぶ太ったよ見た目はね。見た目はね、うん、でもそのそっからやってることもなんか生活のそのノリも変わんないじゃないですか。成長がないと素晴らしいな。20代の時から成長がないと、もうお前ら40じゃねえのみたいな。40超えてるんですもんね。ね、びっくりだよね。ケース今いくつの？僕36です。36だよ。中年だ。中年ですよ。だ16年前ぐらいが出会いだったんだ ね、3人の。まあ元々だから、あの僕とひろゆき君の共通の知り合いの人が入院して、で僕らにとっても初めて見たわけですよ、尿道カテーテルっていう、うんうん、でこれはすごいという話をしてたら、なぜか急にこう連絡が誰に。じゃあ、あの こんな面白いものはいろんな人にシェアしなきゃと思って、うん、今で言うね、うん、なのでとりあえず指令片っ端から呼んだんだよね。あ、来ると。うん、はい、ですごいよ、カテーテル入って超痛そうなの見れるよって言って、うん、で知り合いじゃない人も呼ぼう、ピコーンってドリアンが言い出してでそのインターネット上でそのケンスーという人がいるみたいので、確かなんかあの当時三鷹に住んでるとかどっかに返してたよねっていうので、うん、で電話番号出してたんだよね、はいはい、あ、そう、公開してたね、うん、だから三鷹だから電話して、三鷹の何々病院でチンコ見れるよって言ったら、チンコどこすかって初めての人が来た。いや、よく来たよね、うん、会ったこともない人チンコ見に来るんだよ、うん、ちょっと頭どうかと思うよね呼んどいてなんだそれいや、だってさ、いきなりさ、話したこともない知らない人から電話かかってきてさ、うん、あのチンコ見に来ないって言われてさ、うん、どう考えても怪しい話じゃん、はい、ね、なんで行くの例えば自分の娘とかがさ、はいはい、なんかチンコ見に来ないって言ったから行きましたみたいになったらさ、お前バッカじゃねえのってなるでしょなんか家が近かったんですよね、確か。すごい、あ、はい、確かになんか10分ぐらいで行けるっていう、うんうん、近所だったら知らないとかでチンコ見に来いで行っていいっていう教育はどうかと思うよ。いやいや、違う違う、こいつがいたからでしょ。あ、そうっすね。なんかだからいたっていうの嘘かもしれないじゃん。確かにね。あ、うん、確かに。そっか、うん、でもちょっと今マイケル・ジャクソンいるんだけど来ないってマジでみたいなさなんで行ったんでしょうね。確かにあれは、あれは気になる。でなんかシャワー浴びてたんですよね、病室で。そうだね、シャワーだったからね。怒られてるっていう、うん、そうね、なんか勝手に病室でシャワー浴びんなって言われて、うん、当たり前だよでもあれは本当、でも今思い返してもなんでなんだろうなの、それともなんかあったの、明確になんか気持ちが。なんかチンコ好きだったんですか。違いますね、違います。そこは確かに電話番号を出してて、そもそも電話があんまかかってこなかったんですよ、うん、友達少ないからね。友達少ないしネットに公開してもかかってこないし久しぶりにかかってきた電話だったんで、多分ちょっと舞い上がって毎月お金払ってるのに全然使えなかった、これがようやくみたいな。そうだ、そうか、お姉なのって書かれてるそうですね。いや違うでしょ違いますね。でもケンス割とお姉に言われるよね、そのヒゲの伸び方とかさ、はいはいはい、その物腰とかさ。そうっすね、モテそう。確かにモテそう、うん、モテた。モテないっすね、お姉。そうなの、はい、そこそういう場所に行かないからじゃないの、2丁目とか。まあ行かないっすね。まあそうだよね、普通ね普通の人お前普通のやつだな本当に
そうか、こいつ持ってたよ。あ、持てそう、うん、あのね、ひどかったらしいよ。三角公園ってのがあるんでしょ、あそこの有名なところがあって、はい、でそしたらね、あのポケットに小銭をジャリジャリ入れたおっさんがそれをジャリンジャリン言わせながら、いくらって言うので来たっていうぐらいモテる。すごい、ありがとうございました、うん、でもこいつの価値は小銭程度で、ね、ありがとうございました。へえ、でもちょっと一個だけ気になるんだけど、電話番号公開してたんだよね、当時、はいはい、16年ぐらい前のインターネットで。そうですね。で、ひろゆくんも公開してたよね。公開してたよね。バカなの君ら。でもさ、今あんまりいない、公開してる人。あんまりいないですね。今の方が電話番号変えるの楽なのにね、あんまり見かけないよね。いや、そもそもなんで君ら公開したの。危ないじゃん。何が。なんか知らない人が電話、チンコ見せろとか、なんか言ってくんだよ。いや、見せろとは言ってない。見せろとは言ってなかった、ごめんごめん。いや、ほら、電話って別にさ、かけられてもお金かからないじゃん。うん、かけるとお金かかるけど。うん。だから別にそうはない。そうはない。でもなんか怖い電話かかってこないの。例えばなんか、ヒゲさんのお母さんから電話かかってくる。やめろお前、本当にあれだろ、俺が生存確認がね、まあ、そうそう、いい、その話を勘弁してくれ。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、とはいえ、なんか例えば2人ともほら掲示板とかでさ、はいはい、でなんだかんだであれを消してほしいみたいなのもさ、うん、しかも論理的じゃなくて感情的に消せよみたいな感じの問い合わせだったりとか、なんかお前らのことムカつくからなんか殴ってやるみたいなさ、はいはい、そういう脅しとかさ、全然ありそうじゃん。はい、ないの。あ、何件かありましたけど、直接来るのはなかったですね。え、電話口でわーって言われて、はい、で終わりなの。じゃあ今からお前のとこ行くから、ま、首洗って待ってろ、ガチャーン。はありましたね。でも来なかったですね。はい、僕一回来たけどね。おう、あの来たよね、うん、あのなんだっけ、大田区の競争連合だっけ。あ、あれで1周年の時の。違う違う、あの全然別の時。あ、そうなんだ、うん、でその場は仲良くなった。仲良くなったの、うん、おかしくね。最初その、うん、あ、人がいるって声かけたらわって囲まれて、うん、でなんか髪引っ張られて車にいられそうになったんだけど、まあ待てとって言って、はいはい、ずっと話をしてて、でそのさすがに大勢に囲まれてるからってなんかパトカーが来て、で今話をしてるからって言って2時間ぐらい話して最終的になんかタバコもらって仲良くなった。何その少年ジャンプみたいな話。いや、ほら、あのなんか書かれたものを何とかしたいだけど、うん、そのこの場で削除はまあ無理でしょと、うんうんうん、でどこかに移動するっていうのは彼らも嫌なのよ、うん、あ、そうなんだ。ほら、あの彼らも合法なことをしてる感はないから。あ、なるほど。だからじゃあどうしたもんかねって話をしてるうちに、うん、実際問題、あのネット上に書かれたことっていうことが本当にダメージなのっていうと、いや別にそんなことねえし俺らって言うから、うん、まあ、言わざるを得ないじゃん、うん、メンツの人だから、まあまあまあ、じゃあ消さなくても大丈夫じゃないですかたら、うん、まあなみたいな。まあ飲み込まれた、うん、でなんか話して仲良くなって、割と会話は成立するんだね。だって別に僕が書いてるわけじゃないからね。あ、だから僕が書いてるんだったら多分嫌いになっただろうけど、うん、じゃあ割とこう、まあ、いつも通りのひろゆくんっぽくロジカルにこれでこうでこうでこうだからこうだよねみたいな感じで。ロジカルではなかったかもしれないけどね。殴った殴った。いや殴ってない、殴ってない。殴った上でこうお前殴ったやるなみたいな。あのとりあえずその状況を楽しむというのが先だったから、うん、僕そういう時にその感情で攻める時とロジカルで攻める時状況によって違うからさ、うん、だからロジカルで攻めたかどうかは覚えてない、うん、多分ね攻めてはいないと思う。だって話したいのはあっちから聞く側だったんじゃないかな。うん、じゃあひろゆくんの一番の修羅場はまあそれですよ。大した修羅場ではないな。まあね、俺でも君の一番の知ればあれだけどね、知ってるけどね、うん、こいつあの電話口で結婚せがまれましたからね。で俺がそれ代わって結婚しましょうって言って、その後が大変だった。うん、今だから言う、本当ごめんなさい。何が修羅場だかわからんけど、うん、いや本当にもうずっともう結婚したらどうするのっていうね、人生設計の話になっちゃったから。あ、だから電話かけてくる人が敵な時はまだ対処のしようがあるんだけど、うん、敵じゃない人がかけてくるようになって嫌になったんだよね。ああ、なるほど。ファンですみたいな、うん、好きですみたいな、うん、だから敵だとその僕はそのなんか相手をそのなんかこういろいろけなしたりとか、うん、バーカバーカとか言って楽しめるんだけど、うん、そのだからほら出たくない時は出なくていいじゃない、うん、はい、でだから出て暇な時は相手して、でもそれあんたが頭悪いからでしょみたいなさ、嫌がらせをして終わりじゃん、うん、ほうほうほう。だけどその相手が僕のことを嫌いじゃない人がかけてくるようになって、うん、すごく時間が取られるようになるわけよ。あ、相手は話を伸ばしたい、はいはい、僕はもう面白くない。はい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 。でこれはいかんなと。
それでもやめたんですね。やめたの。へえ。件数はないの、そういう修羅場話。いや、そもそもそんなかかってこなかったっすね。はい、なんで、いやいやいや、友達じゃなく、いや、嫌われてたらすげえかかってくるはずじゃん。お前のこと嫌いだから電話かけてきたらふざけんなみたいな。嫌いな人に電話かけるほどの情熱ってやっぱみんなあんまないんじゃないですかね。あ、確かにそうかもね。好きな人だったらかけると思うんですけどね、うん、じゃあ好きな人からの電話は、ケンスさん好きです。いや、なかったっすね。なんだろうな。そうなんだ。なんかずっと盗聴されてますみたいな、うん、そっち待って待って、何それ何それ何それ、え、盗聴されてたの。いや、あの盗聴、警察に盗聴されているって思い込んでしまう方って一定数いるじゃないですか、はいはい、うん、がなんか多分検索して出てきた電話番号にかけちゃって僕にかかってきて、うんうん、やめてくださいっていう、まあ、警察が仕込んだ盗聴器をお前が外せと。そうですね、困ってますと、うん、どうすんどうすんそれだって。でも僕警察でもないですし、そう、あの分かりませんっていうのをずっと言うしかないですね、うん、信じてくれるの、それ、はい分かりましたとかならんでしょ。いや、こいつまた俺に嘘ついてるって言って。そうですね、いや、それはいいからとりあえず盗聴器を外してくれと、はい、困ってるんだ外してくれと、はい、そしてそれに対するケンスの答えは分かりませんって言ってたけど進展は一歩もないわけですよ。あ、常に。そうなんだ、はい、みたいなのありましたけどね。チャゲアスの飛鳥さんとかさ、お前出すのよやっぱいるじゃんいつでも、はいはい、いるじゃんいつでもだしょうがないよ。そうか、割とでもじゃあ分かりませんで、ね、相手が根負けするまで付き合うの。そうですね、それ優しいね、でもなんか若い人たちがそういうノリでやってるサービスってあんま最近見かけない気がするんだけど。あんまないっすね。僕が知らないだけ。セセリさんっていう人がいて、うん、最近だとあの質問箱とかを作った人で、 あの人があれなんか会社に移してる。あれは売ったんですよ。で、個人サービスどんどん作ってるっていうタイプで、まあ、彼が、まあ、そういうタイプですね。うん、昔のサトル君みたいな。そうですね、26歳ぐらいでまだ。わ、26か。え、学生が遊びでやることはもうないの。起業しちゃうんじゃないですかね。会社にしちゃうんだ、はい、 そうか、まあ、それなりにお金待っちゃうもんね。待ってますね。だってほら18年前とかさ、うん、あのインターネット広告もまだそんなに一般的じゃなかったからさ、うんうん、サイト作って人が来ても儲かんないからさ、うんうん、だって元々趣味でしょ始めたのって。まあまあ、そうね、まあ、ケースは知らないけど彼女を作りたくてやったのかもしれない趣味です。彼女の友達ね、うん、あの受験情報が欲しくてやったっていうのが僕最初ですね。あ、やっぱりだから自分が必要だと思った。そうですね、うん、でやってみて、なんで他の、まあ多分同じこと考える人っているじゃん、はいはい、なんでケンスは成功したの。え、ちょっと他人との違いを努力と才能とか言っちゃって、はい、言っちゃって言っちゃって言っちゃって、どうぞどうぞ、ま、絶対言いたくないですねこれは危ねえ危ねえちょっとでも違和感に気づいた自分がここ乗っちゃいけない乗っちゃいけない絶対乗ったら切り取られるっていう危なかった。でも潰さなかったじゃんサービス自体は。いや、あんまやってる人がそもそもいないんじゃないですかね。そうなの、うん、なんかでも BBS なんてあの当時ね、それこそ気が向いた人は結構立ち上げてたり、たくさんありましたね、うん、でもほら別のサービスとかもいろいろ作っててさ、はい、他の人はうまくいかなくて自分がやってるのだけはうまくいってるっていうのをさ、うん、何回か経験してるわけじゃん。そうするとやっぱりどこかに何かの違いはあるわけでしょ。いや別に今いいのよネタの部分は、ただやっぱ明確に自分はこれをやってると割とうまくいくし、他の人がこれやってないなとかっていうのは見えてくるわけじゃん。でも僕失敗例がめちゃくちゃ多いんですよ。だからケース自体のあの僕が作ったサービス。ああ、そういうことね。なんだ、びっくりした。だからあの女性関係の話が出てくる。いやいや、ね、あれとね。あの90何パー失敗してるので量が多いだけじゃないですかね。作ってる。そんないっぱい作ってるの。作ってます。知られてないだけで。おお。だからこけてますね。そうなんだ。はい。どこをタイミングにもうじゃあこれ失敗って自分で判断してやめる。なんかいけるサービスはなんか出した瞬間に大体反応いいんですけど、ダメなサービスはもう出した瞬間ダメですね。あれなんでだろうね。不思議ですね。もう、うん、極論数分でもうなんか、うん、あ、ダメなんだろうなっていうのは。え、分かるの。分かっちゃいますね。なんでなんだろうね、うん、ありますよね。でもさほら、うん、世の中に例えばさネットユーザーが4000万人いてさ、はい、でそのうちの100万人が来たらもう成功サービスなんですよ、うん、はいはいはい、でも最初の数分に来たのは本当にさ数人なわけでさ、うん、後から人がワッと来てワッと盛り上がる可能性もあるわけじゃん、う
でもなんか突然後から伸びたサービスってあんまり聞かないよね。あんまりないですね。なんかこう2年ぐらい前から実はローンチしてて、コツコツバージョンアップバージョンアップして、ある日突然人がわって集まって大ヒットみたいなサービスって、そのグリーみたいなサービス変えてうまくいった例はあるんだけど、うん、最初ソーシャルネットワークだったんだけど、うん、ゲームにしました、うんうん、あるけど同じモデルでずっと続けて徐々にやって徐々に伸びたってあんま聞かない気がするんだけど、うん、ビットコインって書いてある。ビットコインって2009年とか2009年ですね、スタートが、うん、で、あの時って結構みんなバカにしてたじゃん、うん、マイニングはでも結構されてたよ。取引所ができて、そのお金で買えるようになってからかな、うんうんうん、でも確かに数年前からおもちゃとしては結構なんかエンジニアとか使ってたりしましたね、うん、モナコインとかもできてたじゃん、うん、あれも別にまだビットコインバブルの前だからさ、うん、そっか、へえ、じゃあやっぱないのかな、なんでないんだろうね、うん、なんでないんだろうね。でもほらだからさ、最初に4000万人がパッと見て来らないわってなったらもうない確定でいいのね、うん、でも最初に数人ってさ来るかどうかもわからないわけじゃん、たまたまなんかで検索してきたのかみたいなさ、うんうん、で、まあ、例えば5人ぐらいがないわって思ってもさ、うん、残りの3000万人が超ありっていう可能性あるわけじゃん、うんうん、だから基本的に一般的にはひげおやじさんはないわなんだけど、うん、たまにそのひげおやじさんの顔が好きみたいなおかしな人が世の中にいるかもしれないわけじゃん。ここにいる、今来てる、ここにコメント書いてくれてる。だから最初の5人でひげおやじさんを評価したらもうクソ味噌ですよ。アホか、お前は。動物タワーは後から来た。ああ、そうか、動物タワーバトルになってからだもんね。あ、でもゲームとかはたまにあるかな。なんかどっかのサイトに取り上げられて、漫画とかも。ああ、うんうん、そうですね。まあ、だからオールドボーイとかだってさ、映画化してからいきなり漫画が売れたりするじゃん。そうだね。確かあれだってブレイク時代が過去かなんかでブレイクしてる。そうそう。そうですね。クックパッド。クックパッドってそうか、あ、最初、あ、でも最初中津そばだ、確かに、うん、あ、そうなんだ、うん、とはいえユーザーさんもそこそこいたようなユーザーはそれなりにいたんだけど、うん、売り上げが全くなくて、うんうん、である程度広告入れてそのなんかキューピーとかのスポンサーで取るようになって、うん、割とそこからいきなり回り出したっていう、うん、だからそのサービスとして人気があるけどお金が回らんっていうタイプ、うん、まあそうか、獣フレンズもあれだ、でもあれは第、あ、でもあれ第3話ぐらいからバチコンって跳ねたんだよね。第1話は結構割と評価的にはあんまり、今評価的にダダ下がりだったけど、でも1話の時点から妙に人はいたけどね、うん、その不自然に、あ、そっか、なんか面白くないはずなんだけどなんか癖になるみたいな。確かに遅咲きの芸人とか漫才は別の話、別の話です、うん、サイトサービスの話。そうですね、サービス、人間は遅咲きいっぱいいるからね。あ、まあね、まあ、最後まで咲かない人が多いんだけど。あ、でも LINE はちょっとは時間かかったけど、でもそこそこ早かったよね。うん、そうですね。あ、コメント見える？大丈夫？あ、見えてます。もちろん大丈夫です。はい。LINE も最初の頃はあの電話帳のデータを送るのはいかがなものかみたいな、うん、こう議論があったんだけど、CM やりだしてから議論とか関係なくドワッと増えてるね。うん、あ、ピクシブ。いや、ピクシブは最初から言ってましたね。言ってたんだ。うん。初月だけで多分何百万 PV 言ってたんで。うん。うん、詳しいね。なんか公開してましたね、アクセス解析を最初の何ヶ月。へえ、そっかそっか、確かになんかラックで作った自己サーバーでいろいろ大変でみたいな、一気に増えた気がする。コメントの方に前にあったんだけど、じゃあ2人の一番失敗したなっていうサービスって何か出てきます？一番っていうか失敗したやつは全部失敗したやつだから超失敗したっていう、そこら数分で分かったっていうのがある。作って誰も来ないみたいなのいっぱいあるからさ、うん、何があるの？だから完成しなかったじゃない、失敗って言えば。リリースしてないじゃん、それは。あ、まあまあまあ、でリリースしてから、ああ、なんか数分でダメだなって判断があったわけでしょ。あの SNS とかパンドと TO の、ああ、何それ、あれも完成してないね。完成してないです。完成してないのか。犬猫写真館みたいなの作ってあれでもね、 PV は高かったんだよね。まあ、そうなんですね、うん、あれはね、サイトとしては回ってたんだけど、うんうん、で特に手もかかんないから全然問題なかったんだけど、うんうん、で確かに何だっけ、サーバーが警察に押収されて止まったんだよね。あの貴船荘っていう昔借りたアパートにサーバーを受けてやって、はいはい、でそのなんか警察の人が差し押さえになって戻ってきたんだけど、うち、ん、に戻ってきてなんかもうつなげるのめんどくせえなと思ってじゃあ別に失敗はしてねえじゃん。あ、犬猫は失敗した。だからせそのなんだろう、作ったけど誰も使わなかったっていうのは、うん、多分あると思うんだけどな。もう忘れちゃったってこと？あ、もう記憶力悪いからね。失敗例は一応失敗例ですよ。学びとしてちゃんと次に生かすの。
失敗から学ぶことってあんまりないですね。ああ、ほら違うじゃん、ここで小池大衆じゃん。あ、だから失敗かどうかで、ね、今コメントであったんだけど、はい、アスクスって僕が、うん、あのライブジャーナルをコピーしてやったサービスがあって、はいはい、で、あれを失敗かどうかで、うん、で僕その自分の書くシステムを作ってみたいなっていうので、うん、やったから、で自分で使ってるからあんまり失敗だと思ってないんだけど、うんうん、だから多分認識の問題で、そのほらなんか僕がやったサービスでうまくいったものに比べたら明らかにうまくいってないわけじゃん、うんうん、だからっていうのでいくと失敗ってなるかもしれないけど、本人的に失敗と認識してないのが結構多いかも。だから犬猫写真館も知らない人がほぼ普通だと思うんだけど、うん、僕の中では何にもしてないで割と PV が回っててコンテンツも結構回ってたから、うん、別にああそうなんだへーっていうので失敗と認識してないんだよね。確かに、そういう意味で言うと多分ね、失敗いっぱいだと認識して、うん、僕は多分ね成功いっぱいだと認識してると思うし。あ、なるほどね。幸せだなお前。じゃあケンスのこれは不発だったな。エモーシっていうサービスを5年4年ぐらい前に作ったんですけど。どんなサービスなの？ですね、あの非言語でコミュニケーションするのが来るんじゃないかっていうふうに思ったんですね、はいはい、おそらくなんかダンスみたいなものでお互いにコミュニケーションするだろうっていうので、うんうん、あのもうなんだろう、話聞いてるだけで失敗の匂いしかしないから続けてもう俺会議でそんなん言われたらもう笑っちゃうわと思うんだけどでもちょっと聞きたいから続けて。であのほうほう、外国人同士が言語、うん、あの伝わらない人同士がなんかその、うん、ドイツ人が悲しんでたらブラジル人が慰めるみたいなのがあったらすごい面白いなと思って、うんうん、そういうあのアプリを作ったんですよ。それでも面白そうじゃん。これダメでしたね。具体的にそう、ダンスで何表現するの？何で表現するスタンプじゃないの？それって結局スタンプなんかその動画でただあの、うん、音声もないし、なんかその音声ないんじゃないかな、なんか言語が伝わらない同士で、うんうん、なんとかじゃあ音声のない動画をお互いにコミュニケーションするみたいな、うん、でなんかどうやら泣いてるらしいと、でなんか慰めようみたいな。それさ、プロトタイプを自分たちでまずやるじゃん、はい、その時にさ気づかなかった？気づかなかったっすね。その時のプロトタイプは結構ちゃんとコミュニケーションになってたの？なんないですね。でもなんかちょっと外国人同士だとうまくいくような気がしちゃってなんか、ね、日本人は日本人だからやらないだけで外国ならなんとかなるだろうと。確かにね、うん、まだ未知数だからね、外国まで届いてないだけで、うん、そうだね。であの広告って外国人何人か来て投稿あったんですけど、うんうん、単に訳が分からないだけになるんでダメっていう。そうだね、うん、そうだと思う。あれは気づかなかったですね。あ、もうやめちゃったのじゃあ。すぐやめました。すぐです。そういう時さ、社内を通す時はさ、うん、一応こういうのがあってこういう成功の見込みがあるみたいなさ、はいはい、適当なことは言うわけじゃん、はい、でその失敗ですっていう時はその今まで言ったところの整合性はどうするの？完全にもうこれで。あ、もうごめんなさい。そうなんだ。完全に間違ってました。ケースって謝るの早いもんね。早いですね。それ得だよね。あの結構謝れない人っているじゃん。あの分かっちゃうんですよ、うん、あのすぐに。あ、俺が違うっていう。そうなんだ、はい、で結構認められない人っているじゃん、はいはい、うん、多くない世の中。こいつそう謝りますよ。いやいや、君はさんが痩せたら君は失敗。あのサービスは続けてる限り失敗じゃないっていう持論を俺に展開したことあるからね。うんうん、だから続いてる限り失敗ではない。続いてない以上は廃止になったわけだから失敗なんだけど、うん、続いてて、まあ、ユーザーが全くいないとか別よ、うん、誰かが使ってるんだったら別にそこで需要は満たしてるわけじゃん、うんうん、例えばひげおやじさんはさ、うん、そのほぼ人を幸せにしないけど、うん、数人は幸せにしてるかもしれないじゃん。でもその多くの人を幸せにしたかっていうと失敗じゃん。だから生まれるだけ意味がなかったって話になるけど、まあ、こっから俺が何億の人間を救うと思ってるの。でもほら、何人かを幸せにしてるからまだ存在は多少許されてるわけよ。だから何人かが、そう、だから何人かが使って楽しければ別に僕それでいいと思うのよ。あ、なるほど。1000万人が使うサービスって言って100万人だったら失敗かもしれんけど、うん、はいはい、っていうだからそのハードルの問題じゃないの。ああそうか、うん、っていうので丸め込まれるんだよな、いつもでも。なんかな、そうだね、あいつ口うまいよな。あのなんかケンスのすぐ謝る癖って、うん、あんまりいないんだよね、うん、あなんか確かに謝りにくいっていうか、なんかでもほらワンチャンまだあるかもしれないじゃん。なんかそこで、うん、やっぱ俺失敗だわっていうふうに思えるのがすごいと思う。普通の人ってもうちょっとほら自分が作ったもんだしさ、うん、もうちょっとあの何、例えば広告売って
ちょっと見える人たちにこうアピールしたら集まってくれるかもしれないし、うん、なるほど、まあ、それこそ海外にじゃ あのさっきの言語のやつだったら、はいはい、海外にじゃちょっと打ってみたらもしかしたら反応すげえいいんじゃねとか、うん、考えちゃうじゃんどうしても、はいはい、殺したくないから、うん、でも割とすぐにあこれはダメだっていうふうに線引きができるのはすごいと思う。普通できなくないだって。でも本当にダメなのは誰でも分かりますね、うん、多分、そんぐらいダメなんですよダメなものってそこまでそこまでですね。でもさ、やっぱさ、サイトって見た瞬間に、うん、あ、ダメだって分かるよね。そうなんですよ。新しいサービスでへーって見て、うんっていうさ本当誰でも2秒ぐらいで分かっちゃうんですよ、うん、だからほら、映画の予告編って、うん、面白い映画って大体人は分かるのよ、うんうんうん、でも映画の予告編でつまんないやつって大体本編もつまんないのよ、うんうん、あれがなぜ分かるかってすごい言語化は難しいんだけど、うん、みんな感覚で分かると思うんだよね。なるほどね、うん、そうごめんね、やっぱ言語が難しい。そのじゃあこのサービスはダメだっていう、ね、いけそうだともうちょっと反応がいいのでそれだったら広告打とうとかは多分あるんでしょうけどね、うん、でもほら反応がいいっていうのもさ、はい、じゃあ例えばその100人いて10人の反応がいい、10人から高評価だったら反応がいいっていうふうに感じるのか、うんうん、なんかあるじゃん、半数以上で、あ、反応良かったなとか、なんか数値化っていうかできるじゃん。でもなんか感覚の話じゃん今。反応良かったんで、その反応が良かったってどのぐらい、100のリソース使ったうちどのぐらいこうバックするような反応の良さなのか、それこそ難しいですね、うんうん、どう判断してるのか知りたい、ね、なんだろうな、あのすごく予想外の使い方をしているとかで、うん、あ、これ楽しそうだなと自分が思うんだったら他の人も思うだろうなみたいな、うん、あ、自分がやっぱ、あ、じゃあだから、ね、楽しい、うん、その何人直帰率がどうこうとかあるじゃん、うん、例えばさ、なんか50人来て25人帰ったら、うんうん、でも半分の人しか満足しないサービスであると捉えるか、でもその 1% しか残んないんだけど、その 1% がすげえ楽しそうにしてたら、うんうん、それはそれでその人って今度はじゃあ10年とか使うかもしれないわけじゃん、うん、だからそれはそれでじゃあ多くの人を入れたらそのかなりの割合ではこぼれるんだけど、うんうん、強い人だけ残るっていうパターンもあって、だから一概にそのなんかこういう数字で何パーセントがどうって話ではない気がする。あ、そういうもんなんだ、うん、へえ。逆に俺は作ったことがないからね。あ、でも音楽とかもそうじゃないの、バンドとかでもさ。やったことねえよ。あ、えドラムやってなかった。ドラムやってたよ。やってましたよ。タマっていうバンドがあってね。おお、あの有名な。ツイッターって人か。ツイッターってやつか。やればいいのか今俺が。でもなんかツイッターとかこういう YouTube でもそうじゃないですか。なんか投稿した時に全然反応ないとか。ああ確かにね。ヒゲさんのブログとかでも。はい。超面白かったあのブログ。俺は自分のやつは全部いつも100点満点だよ自分の。この笑顔。いいか、俺一応ライブドアブログでも2位まで、総合2位まで行ったことあるんだからな。そうですよね。そうだよ、堀江さんよりも上でしたね。堀江さんを抜いて、その時倉木舞が1位とかで、あれですか。いや、あの時ね、俺が抜かれたのはね、ハーチューさんですよ。あ、ハーチューなんだ、はい、だから根に持ってんだ。根に、まだまだ、まだまだ、まだまだ、やめろ俺。あー、そうですか。 Me too。 そうね、はい、すいません、はい、はい、やめましょう、はい。まあ、でもそこの感覚って、うん、多分言語化できないんだけど、割とある程度持ってる人は多い、うん、うーん、確かに。まあでも自分の得意どうやって磨くんだろうね。何なんだろう、やっぱたくさん作ってたくさん出しての精度を上げてったもん。でもほら別に映画とかみんな作ってないけどさ、うん、映画の予告編とか、例えば音楽とかでもさ、うんうん、最初の3秒聴いたらこの人歌うまいか下手か分かるじゃん。あー確かにね。だからなんかその最初のちょっとで大体多くの人は理解できる気がするんだよね。サービスの初期段階を見た量じゃないですか、意外と普通の人って見ないので。あー、そっかそっか、確かにね。なんか新しいサービスできたんだ、へーってとりあえず行くかどうかね。そうっすね、うんうんうん。でまあ、作り手だからもうそれこそ本当最初のファーストインプレッションを持てるわけだよね。だからそうですね、作り手だからじゃなくて、ね、暇人だからだと思うんだよね。いや、まあ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 、なんか子供の頃、子供の頃っていうのは変だけどさ、十何年前はさ、なんかネットにサイトもそんなに多くないしさ、うん、新しいサイトができたやとかこんなあるよってやると、うん、どうせ暇だからさ、うんうん、見に行くというか、まあ、クリックをするわけじゃん、うんうん、だからそれをずっと続けてるっていう、その暇人だったからが先な気がする。だから別にサイト作ってなくても、うん、そのなんかネットウォッチャー的な人って多分感覚一緒な気がするんだよね、うん、そうか、確かに。へえ、
じゃあちょっと質問変えるんだけど、なんでサービス作り始めたの2人とも。暇だったからなの、それは。うん、答えを言われたからそれ以上言うことがないあ、すいませんでもケンスはなんでっていうか仕事としてやってるよね今は。今はそう、でもまあ趣味みたいなもんですね、うん、趣味でもやりますしね、うん、未だに何もこんだけサービスがたくさんあるけど、なんかあのサービス欲しいなとかって思考えつくってことだよね。こんなサービスあったらどうなるかなみたいな方が好きですね、うん、あ、じゃあ自分の興味というか。あ、そうなんだ、はい、うん、割と試験的な考え方なんだね。じゃあそうですね、それってじゃあそういうふうに思いつくじゃないですか、はいはい、思いついてどのぐらいを実際形にするの、うん、例えば10個思いついたら5個は実際に具体的にサービスまで走り出すのか、それとももう10個全部作っちゃうのか。いっぱいとかじゃないですかね。え、そんな少ないの。うん、なんか同じ数字を言おうとしてたから言わなくてよかったいいじゃん、いいじゃない別になんでそこで差別化図ろうとするの俺は違うけどみたいな今さら何の差別化を取りたいの俺の方がすごいしみたいなマウンティングちゃんマウンティングをね俺の方が偉いぞとケンスーさんにいつか勝たなきゃあ、じゃあその、あ、形にするか違うの基準で僕の中でコーディングとかそういう意味だったんですけど、要はプログラミングしてちゃんとリリースするっていう。あのね、形にしたいと思うかどうかを考えてる時点でね、うん、大して面白くないんだよね。あこれ面白いかもと思って、うん、なんかねわちゃわちゃ動かしちゃう時があって、うんうんうん、っていうのが多分うまくいくパターンで、うんうんうん、あのこれうまくいくのかなみたいな、で、うん、そういつやろうかどう作ろうかとかって考えてる時は多分そんなにうまくいかないサービスな気がする、うんうんうん、あなんか後付け理論がたくさんどうぞ分かる、うん、できちゃうんだ、分かるんだ。ケンス分かりますね。だからなんか考えて作ってるともうダメな感じしますね。へえ。じゃ あこれこうした方が面白い、こうした方が面白いっていうのを多分積み重ねていった方が、うん、あそうなの、うんうん、じゃあ本当にもう欲望のままにこう立ったか立ったか打っちゃってる方が、いや人によるとは思うんだけど、多分そうでもないと僕物作らないんだよね、うん、作る必要がないから。はあ、うんうん、どういう意味作る必要がないっていうの。でも俺は仕事じゃないし勝ち組だからもう何もやることがないってこと。別にだってほらなんかサイト作らなくても人生生きていけるじゃん、はい、多くの人がお前やっぱ勝ち組じゃねえか違う違う、別にほらひよえさんも上場ゴールしたってことだろ。関谷さんもサイト作らなくても生きていけるでしょ時間がないの。時間があったらサイト作るの。俺でも昔ほらプログラマーしたから。あ、これ嘘ですけどね。おいおいおい、ジャバジャバしてましたよ俺だって確かにヒゲさん作んないですよね。作りそうなもんなのに。昔会社員だった時に俺社員研修担当した時はあのうちの会社ね、あのブラック企業だったからあのコンピューター系の会社だったんだけど、パソコン触れませんって人も入ってくるのね。でその子たちがキーボードに慣らさせるためっていうので、あの昔 あのキーボードタイピングゲームって全画面モードばっかりだったの、うん、だったんだけど、ここら辺でもう2行ぐらいでテキストフィールだけで成立するっていう、あの仕事しているふりしながらタイピング練習できますっていうゲームを俺新人用に作ったことが。おちょっと面白いですね。そうそう面白い、うん、でそれでこうカタカタカタ、お新人頑張ってんじゃんって言うけど、一生懸命タイピングで、あで俺の方でランキング作っといて、で俺何点取ったぜみたいな感じでタイピング能力だけは上がってくるんだけど、仕事は全く覚えてないっていうのが2週間ぐらい続くっていう。それ面白いっすね、うん、でも仕事してるように見えるっていう。そうそう、だみんなすげえ食い入るように打って、はいはいはい、面白い。あれはね作ってよかったって思いながらね、後で怒られましたいやダメなんだ、だって仕事覚えてないのあいつら。電話取らないんだもん。タイピング早くなるからいいんじゃない。もうタイピングできない状態よりはね、よりはいいですよね、うんうん、よりはいいんだけど、面白い。でも新人電話鳴ってんぞって言いながらみんなカタカタカタゲームしてる。2コールまで取れってようなカタカタカタターンみたいなハイスコアハイスコアっていうそういう話になってたから。いいじゃないですか、うん、でもそれはなんかね、なんかそういうのが欲しいなっていう人たちがたくさん見えてたから、うんうん、割と作るの楽しかったね。あと自分がちょうどその時にあれなんで作った、アプレットで作ったのかな。え、アプリケーションじゃないの。アプリケーションだったのかな。だってちっちゃくするのってほら。あ、そっか、そうだね、うん、だから本当にでも本当簡単な、だから多分 Java の実行環境入れてっていう、うん、今でいうすごく面倒くさいやり方。うん、そうだね、もう今はないもんね。 Java 使ってる人いないし。 Java のアプリケーションって今見ないもんね。見ないね、うん、でもひげさんさ、なんか、うん、何か面白いことをやるののお手伝いは好きだけど、うん、自分から率先してものづくりって全然しないよね、うん、俺
才能ないんだと思うよ正直、いや思うじゃなくて、うん、そこは否定してもいいと思うよいいじゃあ憧れるんだよねやっぱり。だからヒゲさんの面白い映画って地獄甲子園なの。だから違う、まだまだ、だからそれはたまたま君におすすめした中で大空振りしただけであって、はいはい、ムツオドルマハラジャとかね、あいい作品だってあるだろう。あったね、あったあったでヒゲさんは何その やる気はでもあるからさ、誰かが何かやると手伝おうとするわけじゃん、うん、そのなんでやる気があるのに自分が主体的に動かないのっていうのは、うん、やっぱりその自分の無能さが身に染みてるの。でも本当に無能だったらさ、うん、人の手伝いでも足引っ張る。あ、だから金出すだけなんだ何がだよ、お前勝手にガテンすんねん何お前勝手にガテン言ってんだよ。そっか、アドバイスとかいらないんだ、金だけ必要だったんだ。何の話劇団の若手がいやいやいや、劇団の子たちはでも俺なんか技術サポートもしてたよ。発声練習でちょっとこういうのもあるんだよとか、それは本当俺が知った知識だから、それを右から左に伝えてるだけだけど、うん、なんか自分からやってなんか失敗したみたいなのもあんまりないから、向いてるか向いてないかも分からないんじゃないですかね。ビットコインぐらい、ほうやってます、やってます、ビットコインやってます。まあ、でもほんの勉強があったらちょっとだけって感じですね。ああそうなんですね、はい、あのしばらくは絶対上がりませんよ。なぜかというと俺がまだホールドし続けてじゃあ売った時教えてもらえればいい。教えましょう、はい、教えましょう、はい、僕220万トップオブトップで掴んでる、ね、正規の大店長で掴んでるんですよすごいすごい、すごいですね。こうホームセアがいて、ここで速度が止まってるはずなんです。そこをカッて捕まえたからもうひよえさんがガッて買った瞬間ブワーッ逆になんでそれまで買わなかったんですか。あれなんでだろうね、やっぱひよえさんが結構時間かかるの。かあのほら講座作るとかさ。いやでもそれでもまあ1週間とかじゃないですか、うん、2日でできた220面白いっすね。正直正直今はもう220を持ち続けてる方が美味しいから、まあ、まあ確かにね、はい、うん、だからこのままずっともう地獄に落ちるまで、全員が地獄に落ちるまで握り続けるかなと思ってるんだけどいくら買ったんですか。それは言わないそれは言わない。それなりにダメージのある、はい、いや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 、ね、ずっとここが血を流しながらずっとここに握り締め続けてでもヒゲさんのそのさ、主体的に何かしないっていうのはさ、何かの呪いなの、うん、主体的に何かしない、いや何もしない人って世の中にいっぱいいるから、うん、そこは全然わかんないよ、うん、でも何かやってる人の手伝いとかさ、うん、で結構金払ったりとか熱心に手伝うじゃん、うん、そうですね、うん、するする。だからなんかその何もやらない人とは違うんだけど、うん、でも何かそういうのやる人ってじゃあ次俺やってみようとかなるじゃん、うん、ただケースはもともと1チャンネル TV の手伝いから始まっててさ、ね、でなんかサイト自分で立ってたり藤見さんに憧れてこう始めた、憧れてね大好きなっていうのがいろいろあるけどさ、なんでそのひぎわじさんはそうならないのかっていうので逆に特殊な気がするのよ。ケースの動き方の方が理解可能だろう。確かに例えば会社入って社員やって、で、あ、会社ってこうやって回すんだって言って起業するみたいな人っていっぱいいるじゃん、うん、すごく普通なのよ、うんうん、でも割とその主体性を持って新しいことに取り組むんだけど自分からは絶対やんねえみたいなその覚悟は何なの。なんだろうね。あ、でも人の役に立ってる実感が欲しいっていうコメントがあるけど割と思ってる。ありがとうって言われると好き。僕生まれてこの方言ったことないと思う。お前からはだから多分未だにずっと追っかけてるんだお前が言われるまで、ね、お前がありがとうって言ったらふわーっていなくなるから何の呪いだ言ってみろよありがとうってだからいやそうなんだよね。正直あんまりでも俺クリエイティブではないとは思ってて、だからサービスをやったりするとさ、うん、使ってくれる人がありがとうだし、うんうん、劇団やってさ、うん、面白かったですありがとうございますとかあるじゃん。だから別にさ自分が主体で動いたってありがとうって言われるじゃん。多分俺よりも例えば劇団運営とかあの人集めるとかっていうのは件数とかの方ができるわけだよね、うん、だから能力値で言ったらヒゲさんは最底辺だから無能は分かるのよ、うん、でもさ人間って無能であったとしてもものづくり好きな人はやるじゃん、うん、しょうもない音楽をなんか40過ぎまでずっと続けてる人とかいっぱいいるじゃん、まあ、やめろ知ってるやつの悪口はああでもなんだろうな、俺が見たいのって成功してるゴールなんだよね、うん、で別に俺が別にやってゴールする必要はなくて誰かがやってくれてゴールしてもいいわけよ。で自分がやったかのように触れ回り、それはないけどわしが育てたってやつね、うん、それはでもないけど、
失敗するのが怖いだけとかあるけど、そうなのかな。でも裏方に徹するかというと、こういう場面には、まあ、出ていただいてるわけですよ。出たがり、まあ出たがり、はい、もういいです。出たがりだったらもうちょっと主体的に、そうね、ありそうですけどね。俺でもね、自分でこういう番組やるじゃない、はい、これって別にクライアントも何もないし、うん、ただやりたいからやってるんだけど、うん、逆にね、何にもアイデアが出てこない、こういう企画やろうとか、ああいう企画やろうとか、うん、っていうのは全然出てこなくて、うん、逆にクライアントがいて、でこの商品売りたいんだよねって言った時には、うん、あ、この商品売るんだったら、例えばこういうあの売り手さんってこういうファンがついてるから、こういう人たちとマッチングができて、うん、だからここの話っていうのがここの界隈で話題になるし、じゃあその人たちに興味を持ってもらうんだったら、こういう切り口のゲームとか やってもらったら面白がってくれるから、私もやってみようって言って買ってくれるかもみたいな話は出てくるのよ、スラスラスラっと、うん、この番組なんもない。これでどうやって人が増えるのか分かんないもん。今コメントで思ったんだけど、うん、ほら、あの、多分人生の主人公なんだけど、人生のモブなんだよね。モブなのか。うん、だからヒゲさんモブなんだよ。まあ、なんでさ、ヒゲの雪と比べてヒゲの方のが心が綺麗だなみたいなさ、こう俺が上がるセリフは一切読み上げずにね、やれモブだとかね、無能だとか、ね、そういう話ばっかりするんですか。本当に人を指してお前モブだなってなかなか言えないからさ、ちょっと面白くてさ確かに言えないですねだからちょっと言いたくなっちゃった、まあ、でもほら、伊江さんはさ、今そう言ったんだけど、うん、まあ、話戻して、うん、例えばタレントさんとかさ、自分がクライアントで自分をプロモーションしてるわけじゃん、うんうん、だから僕、矢沢永吉のさ、俺はいいけど矢沢なんて言うかなっていうセリフがすごい好きで、うんうんうん、矢沢永吉自体何の興味もないんだけど、うん、ただそのセリフはすごい好きなの、うん、だから矢沢永吉を自分が演じてうまくやってるっていうのを分かって上でやってるじゃん、うんうん、だから日和さんも日和さんがクライアントで、うん、日和さんをプロモーションするためにはどうしたらいいかっていうので動いてもいいわけじゃん。全然その時にね、やっぱ素材がダメですか。素材悪いね、やっぱねいや、ほんとね、なんだろう、俺こいつ育てる気ねえなって自分自身もなるほどね俺こいつ育てるカロリー使うんだったら他行くわっていう風になっちゃうね。自分に興味ないのかもしれないですね。人に興味あるけど、ちょっと家から鏡なくそう鏡はもうないあるよ、あるよ、洗面所にはあるけどいやー、なんだろうね。でもあの、ヒゲさんと仕事すると、ヒゲさんで仕事結構ちゃんとやるじゃないですか、うん、きっちりやって、でお前うんって言うね、名前なんだよはいだろそこはあ、うん、トークもすごい上手じゃないですか。 ありがとうございます。その中で自己評価が低いっていうのは なんでなんですか。よく顔見てごらんここちょっとあの公の場なんだけど言いたいんだけど、俺の周りにね、俺のことをね、陥れるやつしかいねえんだよ。環境が悪いから。そう、あいつはダメだ、無能だとかね、デブだ、ブサイクだとかね、確かにこいつは金しか持ってないとか言うわけですよ、誰かが。え、でもバットマンのスーパーパワーだよそれ。バットマンのスーパーパワーだね。でもバットマンイケメンだよね。そうだねでも確かにヒゲさん二十歳ぐらいの時から周りがこういう感じだから、そうそうそう、うん、本当だと思っちゃってるのかもしれないですね。でもさ、ケースも同じポジションにいたじゃん、はい、基本的にそのみんなにバカにされて笑われるポジションだったじゃん、うん、すごい可愛がられてると思ってたすごいポジティブにそうか、そう思ってればよかったのか。